皆さん、こんにちは。皆さんどうも、こんばんは。今回はスレイマン1世の治世後半を見ていくよ。前回の動画も良ければ見てくれ。スレイマン1世はオスマン帝国で最も有名と言って、いいからここだけでも見てほしいぜ。まあ、スレイマン1世の後も動画投稿するけどね。では、早速続けていくぜ。前回ではヨーロッパの国と世界中で戦っていたわね。そうだな。今回はどこと戦うの？今回はオスマン帝国の東にある、サファディ朝との戦いがあるな。それ以外は割と内政寄りの話だぜ。もう、ヨーロッパは出ないのかしら？まあな、だがまず最初に前回の補足から行くぜ。補足？ああそうだ、フランスとの関係だぜ。連携してハプスブルク家と戦っていたわね。そんなフランスなんだが、彼らと正式に、使節をやり取りし始めたのは1534年なんだ。ウィーン包囲の後なのね。彼らとの関係はオスマン帝国にとって特別なものだったんだ。どうして特別だったの？まず、オスマン帝国における通称特権、いわゆるカピチュレーションを、1569年にイギリスやオランダより早く与えているぜ。そのなんとかレーションは何が特権としてあるの？外国の通商、居住の自由、租税免除、身体、財産の安全などをオスマン帝国が保障するんだ。ものすごい量の特権ね。けどフランス以外にも与えているのね。フランスと特別何かいいの？フランスはオスマン帝国と対等な国として扱われたんだ。それって当たり前じゃない？オスマン帝国は、国内で他国の王を自分たちと同じ帝王と呼ぶな、としているんだが、フランス王に対しては、新書で帝王と呼んでいるんだぜ。そんな称号が大事なのかよ。もちろんだ、当時でも世界の王として自称しており、ハプスブルク家のカールがローマ皇帝になった時には、ローマ風凱旋門を作り、1530年のウィーン再遠征の時に通ったりしたんだ。威信が高まることを積極的にしているのね。その通りだぜ。いつまでそんなこと言ってられるのかしらね。衰退した時やばいでしょ。実際にカピチュレーションは後には不平等条約とかしたぜ。言わんこっちゃないわね。では、補足も済んで、続いてサファディ朝との抗争について話していくぜ。その戦いっていつ始まったの？最初の戦いは、1534年のハンガリーのサポヤイとカールト、のハンガリーをめぐる戦いに一段落ついてると聞きだな。そもそもサファディ朝って、スレイマン1世の前のセリム1世が、キャルディランの戦いで勝ったんじゃないの？その話については動画を見てほしいんだが、サファディ朝はトルコ系クバルシと依然関係が深い上に、サファディ朝は遊牧騎兵であるため、戦いを避けながら、すぐに奪った土地を奪還するので安定した統治ができなかったんだ。めんどくさい相手ね、結局何が発端で開戦したの？少しサファディ朝の様子について話しておくぜ。了解。この頃のサファディ朝はイスマイルが1524年に没し、息子のタフマース V1 世がわずか10歳で即位していたよ。そんなに若く？内乱とか起こってそうね。その通りだぜ。他にもウズベク系民族の圧迫があり混乱状態にあったよ。不穏なことがこっちにも波及してきそうね。具体的には1526年、27年にはアナトリアで反乱が起こっているぜ。いろいろ争いがあったけど、一体何が本格的な侵攻の始まりなんだろう？それはサファディ朝の領土であるバグダード知事がオスマン帝国に寝返ったからだぜ。これは攻め込むいい好機ね。1533年に大宰相イブラヒムパシャが先にアレッポに到着、1534年にはスレイマンが出陣したぜ。前回にもいたイブラヒムパシャがまたいるのか。今までも彼の指揮が必要だったからな。両軍はサファディ朝の都タブリーズで合流し、その後になんか、バグダードに到達したぜ。あっけなく進軍できてるわね。戦いはないの？タフマース部は補給切れを狙い戦闘を避け続けているぜ。そのため、スレイマンは翌年にタフマース部が現れたと、タブリーズに向かうも、軍隊の影すらなく、スレイマンは撤退したよ。大した戦いもなく、あっさり終わったわね。結果としてはイラクを手に入れ、モスル州とバグダード州が設置されたぜ。タブリーズはどうしたの？そこは間もなく奪還されたよ。正々堂々と戦ってほしいわね。新しい州ではティマール星や徴税官が置かれつつ、エジプトと同じように統治されたよ。要は旧体制を残したのね。このイラク地域は宗教的にも大切な地域でもあったよ。どういうこと？イラクのナジャフやカルバラーはシーア派にとって大事なところで、ナジャフはアリーの墓所であり、カルバラーはアリーの子、フサインの殉教の地だぜ。オスマン帝国ってスンナ派じゃなかったっけ？アリーはそもそも第4代カリフでスンナ派にとっても大事な人だぜ。なるほどね。そして、ここで大事件が起こるぜ。何が起こるの？スレイマンは、イラク遠征から帰還した直後の1536年に、オスマン宮廷にて、突然、大宰相イブラヒムパシャを降伏させたぜ。は、なんで殺されたの？いろんな憶測や噂があり、理由とされているものも、愛妃であるヒュッレムの仕業とも、増長しすぎて反感を買ったという説もあるけど、決定的なものはないぜ。確かに非難や嫉妬の対象になっちゃうわよね。今まですごい活躍してきたのに悲しいわ。
とにかくこれでイブラヒムパシャが死亡したぜ。イブラヒムパシャも所詮スルタンの奴隷、受け入れるしかないぜ。そしてこれで一つの時代が終わりを迎えるぜ。どういう時代？今までの華やかに戦い領土拡大した時代が終わるんだぜ。これからは戦いは停滞し、オスマン帝国内部の話が重要視されるぜ。今までのような戦いはなくなっちゃうのね。その影響は早速サファディ朝との戦いに現れたぜ。また戦うのかよ。今回も前回も引き続きサファディ朝から要人、タフマース部の弟が亡命してきたからぜ。1548年にスレイマンはタブリーズを目指し進軍を始めたぜ。弟まで亡命してくるのね。今回もタフマース部はまたも戦いを避けるので、スレイマンはタブリーズを占領するも補給が切れ、撤退。その後、アレッポからコーカサスに遠征し、イスタンブルに帰還したよ。また戦いもなく、成果もあんま手に入れていないわね。スレイマンは番を獲得し、一方でタフマース部は弟を処刑していたよ。これで戦争も終わりかな。いや、タフマース部は再びオスマン領に姿を現し、スレイマンは1553年に出陣、多くの都市を攻撃しタフマース部を引きずり出そうとするよ。早く出てこいよ。結局、戦闘することもなくアマスヤで和議が結ばれ、決着したよ。これは結局どっちが勝ったの？スレイマンはイラクを獲得できたけど、ここはサファディ朝が耐え切ったと見るべきだな。これで東部地域は安定するかしら。今後40年は平和だが、アナトリアでは反乱を起こそうとしている勢力もいるよ。さてここでオスマン帝国の内政を見ていくぜ。スレイマンの治世の半分は内政に力を入れているぜ。具体的にはどうしたの？例えば、イスラム法ではスンナ派イスラム教の視点を中心に、キリスト教の地域などをまとめ始めたぜ。ウラマーのエブースードによって大量の法判断が行われまとめられたりもしたよ。イスラムにのっとったルール整備が進められたのね。その通り、彼らは税制や政府の構成などの基本ルールも作ったぜ。そのエブースードって人すごいわね。彼はウラマーという宗教知識人であり、シェイヒルイスラムという官職からこうした作業をしたぜ。その名前長すぎて全然覚えられそうにないわ。これはウラマーの中で問題に、イスラム法上の会を与える役割のマフディの、イスタンブルで呼ばれた名で、宮廷の御前会議では大きな力を持ったよ。セリム一世も正当性を出すために、イスラム法を持ち出していたから、結構大事なことなのね。まだ、エブースードは功績があるぜ。まだまだあるのね。それはウラマーの任用制度だ。ウラマーで政府の一員になるのは本来少なかったはずだったんだが、職業化が進み、1537年には、首都の最高学府のハナフィーハ法学を学んだものに、地方法官やマドラサ教授に任命される制度が作られたよ。なんかこういうのって優遇とか世襲がありそうね。この制度は法級制でステップアップ試験もあり、しっかりした面がある一方、特定の上級ウラマーの推薦が任命に必要な上に、彼らは自身の子供を優遇していて権力の独占化が進んだぜ。いつの時代も同じようなことが起きるわね。まあ、同じ人間だしな。ウラマーがスルタンと一体化したことは新しいことへの保守化も招いたぜ。それって何か問題あるの？ウラマーは本来なら反専制君主であったのに、スルタンの言うことを聞き行動し始め、イスラム法を守ることが使命だと感じたんだ。この結果、西洋近代化の波に乗り遅れもしたぜ。今まではその協力関係が良かったけど、負の面も出始めたのね。その差はサファディ朝やアラビア半島で改革の芽を生んだよ。さて、話は大きく変わってイスタンブルの話に移るぜ。どんな話があるのかしら。イスタンブルは征服100年を迎え、オスマン帝国の軍人やスルタン、大宰相のモスクが作られ、スレイマンも自身の近親者のモスクを建てたよ。そんなにいっぱい建てて大丈夫かしら。モスクは水路建設と同時に行われて、人々の生活にとって大事だったんだ。もっと大都市化が進みそうね。人口はヨーロッパで1、2番目の大きさだしな。だけど、この公共事業による首都の発展により、政治的な重要性が増大したぜ。宮廷の噂が市民レベルで広がったぜ。どんな噂が立ったのかしら。イブラヒムパシャの死の話なんかがそうだな。その中でも、ヒュッペムの噂が大きく広まっていたよ。その人って聞いたことないけど、なんか特別なの？最後はヒュッペムの話とスレイマンの後継者問題で締めてやるぜ。なんか不穏ね。これがヒュッペムの肖像画だ。美人な方ね、どこ出身の人なんだろう、トルコ人っぽくないわね。彼女はウクライナ出身の奴隷でスレイマンの寵愛を一身に受けたぜ。何がそんなにすごい扱いなの？彼女はスレイマンとまるで一夫一妻のような関係になり、しかも、通常では行わない奴隷を解放して、法的に正式な形で結婚したぜ。まあそれぐらいならいいんじゃないの？まだあるぜ。他の女性は男子を一人産むと、スルタンから離れた地方へ行くんだが、彼女は5人の王子を産み、イスタンブルに居続けたぜ。確かにこれは特別扱いね。スレイマンもしっかりしなさいよ。彼女はハレムで力を死ぬまで保持し続け、娘婿のユステムパシャも使い、不況を買ったよ。その人は何か悪いことしたの？彼はスレイマンとヒュッペムの子を妻に持ち、軍人政治家であったよ。
彼の特徴として財務の管理がうまく、1544年に大宰相に就くと、ハプスブルク家との和訳をまとめ、徴税請負制度を作り財政を再建したよ。結構やり手じゃない。彼は役職の高い人から金を取って不況を買ったんだけど、ヒュッテムなどの力で処刑の危機も超えて、14年間大宰相に就いたよ。しっかりとした有能な人じゃない。だけど、彼は自分の財産も大事でな、彼の遺産はかなり多かったぜ。まあ、優秀だからいっか。だけど、ヒュッテムによって多くの慣習が壊され、多くのオスマン王家が生き残り、彼らにも税収を振り分けなくっちゃいけなくなったよ。他にも、彼女たち自身の建築物も国庫から支出されているぜ。慣習を破ったアラが出てきているわね。スレイマンも愛情を注ぎすぎなんじゃないかしら。こうして残った王子たちは後継者をめぐりスレイマンの治世末期に、戦いが繰り広げられることになるよ。言わんこっちゃないわね。ではまず争い合う王子たちを紹介していくぜ。まず、ムスタファ王子、こいつは唯一ヒュッテムの子じゃないが、最年長で軍と民衆の支持が厚いぜ。残りはすべてヒュッテムの子、メフメト、セリム、バヤフィト、ジハンギルの4人だぜ。オスマンっぽい名前が羅列されたわね。わかりづらいわ。安心しろ、すぐに脱落者が出るぜ。1543年にはメフメトが病死したよ。早いわね。この時にエニチェリはムスタファの即位を求めたよ。スレイマンは彼を最も気にかけていたからショックも大きく、巨大なモスクを建設したよ。エニチェリもいるし次はムスタファかな。だがな霊夢、1553年にムスタファはサファディ朝との戦いの中で処刑されたよ。なんで殺されたのよ。人気がありすぎて、セリム一世のような謀反を警戒したともされるよ。これはしょうがないわね。権軍政官として影響力を高めるなどの、彼は一番継承に向けた行動をしていたしな。ヒュッテムの子じゃなかったのでその影響も考えられるよ。まあ、どっちにしろスレイマンに気に入られなかったのね。これと同時に広まった噂は死という形で大宰相に非難が集まり、これは大宰相ユステムパシャが詩人嫌いであったからとされるよ。政治の形が変わりつつあるのね。さらにここでジハンギルも死んでしまうぜ。は、なんで死んでるのよ。また殺されでもしたの。これは腹違いの兄の死にショック死したとされるよ。こう立て続けに死ぬなんてね。さらにヒュッテムも1558年に亡くなるよ。さてこれで残ったのは二人の王子、バヤフィトとセリムになったぜ。どっちが生き残るのかしら。多くの人がムスタファの死を悲しみ、ヒュッテムがいなくなった彼らの争いは激化したよ。特にバヤフィトは積極的に行動したよ。彼は頻繁に手紙を送り、軍事力を強化したよ。怪しまれないのかしらその行動。手紙には弟セリムの悪口からした世話の話まで書き、彼をイスタンブルから遠くに行かせようとしたよ。さらには父親の愛情を煽り立ててもいたよ。これむしろ逆効果でしょ。その通りになったよ。スレイマンがセリムに肩を持ち始めると、バヤフィトは武力行使に移ったよ。まだ父親が生きているのによくやるわね。結果として兄弟は1559年に今夜で激突。結果は父親の力がセリムに集まり、バヤフィトは大敗北を喫し、サファディ朝に亡命したよ。これはまたサファディ朝遠征かな。いや、タフマース部はアマスヤの和訳のために身柄を渡し、バヤフィトはオスマン領に帰る前に、彼の子供もろとも暗殺されたよ。これでようやく終わったわね。これでスレイマンは生きているうちに、後継者を確定させることができたぜ。スレイマンの治世ももう終わりなのかしらね。スレイマンは最後に、カール5世の後を継いだマクシミリアン2世が功能金を渋ったので、1566年に久しぶりの申請を開始したよ。最後に対決するのかな。スレイマンは南ハンガリーのシゲトバル包囲中、9月7日。スレイマン、71歳にて死去したぜ。治世46年、プレウェザの海戦から第一次ウィーン包囲と、ヨーロッパの脅威として君臨した壮麗帝は亡くなったぜ。なんか、悲しいわね。だが、オスマン帝国の歴史は続くぜ。ここから先は征服とは違う輝きをオスマン帝国は見せ始めるぜ。本日はここまで。オスマン氏の一つの大きな転換点に来たわね。次回も楽しみにしててくれよな。チャンネル登録して待っていてくれだぜ。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。